ポセンデンさんは2014年から本格的に日本に住み始められまして、ちょうどね、今年10年ぐらいになります。日本語すごくペラペラです。で、去年年末ぐらいからだんだんテレビに出られるようになりまして、本日はお忙しい中来ていただきまして誠にありがとうございます。出てまいりましたのが三遊亭好青年と申しまして、先ほどもご紹介あったかと思いますけれども、スウェーデンのウップサラ市っていうところの方が出身でございまして、日本のテレビゲームとか漫画とかそういうのをちょっと、見ることができまして、なんとなくこの日本の方に興味を持ちましたんで、おいどこ見た。お、今ね、泥棒追っかけてるよ。泥棒追っかけてる。いや、だっておめえ将来で一番足がいいじゃねえか。泥棒どこだ。うん、後から来るよ。Hey you! Oh you! What are you doing? Oh me? I'm chasing after a thief! A thief? But you're the fastest man in town! Where's the thief? Oh! He's right behind me! こういう感じだ。こちらの檻の中のライオンをこちらの虎の檻の中に放ち入れます。虎対ライオンの一騎打ち、皆様お楽しみあください。聞いてないよ。なんだこれは。これだったら1万円も安いよ。おい、ダメだダメ、これライオン入れちゃダメだよ。園長さん、園長さん、お母さん、あの虎プルプル震えてるよ。弱い虎だね。当たり前じゃないの、パン食べるような虎強いわけないでしょ。勝手なこと言いやがって。一方ライオンの方は百獣の王と言われることだけありまして、堂々としております。大きな足でもってのし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 と歩きまして、虎の耳元で、心配するな、俺も1万円で頼まれてる。楽しかった？うん、楽しかった。あ、そう。難しくなかった？あんまり難しくない。あ、そう。スウェーデンって行ってみたい？行ってみたい。で、その江戸っ子の下町みたいなのって話すじゃないですか。行楽のもんかな。それも全部、全部マスターというかもう完全コピー。こ、固執しちゃってるね。あの、そうですね。自分のものにしちゃってるね。チョコレートのお菓子を作らせていただきました。